おはようございます、こんにちは、こんばんは、ぽなやんです。ドラゴンクエストビルダーズ2実況始めていきたいと思います。なんかいろんなもん入ってるの実はかなり拠点をいじって遊んでましたまずここほら、荒くれの寝室足りてなかったから、でそしてこちらも寝室で、これね、守り神これ守り神で、こちら入り口をほら、村の拠点の入り口ほら、こんな感じで強化しました。こいつがね、守ってくれるといいんですけど、一番最初に壊されます一番最初に壊されるところで、ここにでマッサージ部屋と、こっちはの筋トレ部屋、ジムだけどね、ここを上建てようと思うと、このイベントの画面がだいたいこう、こっちからの画面だから、高い建物にすると何も見えなくなっちゃうなと思ったので、こっちはもうここだけにしてます。でここに新しくペロちゃんのお部屋移設しました。あんまりね、あそこにあっても意味ないかなと思ったので、でバーはちょっと 高くしただけ壁でここにダイニングを作ってみました。こんな感じで、あれ、ここにキノコが乗ってる、配膳してくれてる、わお。あ、だけどあれか、人数が多いから圧倒的に足りてはいないんだ。なんかあんまりここに入らなくなったなと思いながら見てたんだけどね。でここも、ここまでが拠点みたいだったので、ここも扉つけました。でシャワー室増設、4個あればまあ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 そこそこなんとかなるだろうと思って、もうちょっと混雑回避できるかなと思って4個作ってみました。で こっちだけちょっと狭いけどもうそれはしょうがない、そういうことにしててもらって、でね、ガラスで見えます見えちゃいます。だけどね、裸でシャワー浴びる人いないからいいやと思ってでプール、なんと床まで、床を張り替えました。銀に、銀が大量にね手に入ったので、手に入るようになったので報告でね、だから全部銀にしちゃいました。あれだね、床変えるだけでも随分雰囲気が変わって綺麗になるなぁなんて思いながらハッピーです。これはこの辺の開発のために置いてるだけだから、いずれ撤去します、いずれ撤去します。で ライトがなんかもうちょっといい感じに置けないかなぁなんて思ったりしてるんですけど、さあ今日は金を探しに行きたいと思いますお腹が空いてる。結構あれだよ、ここ置いてくれてるじゃん、こっちにも。ペロちゃん置いたのか、誰が置いたのかはちょっと知らないけど、置いてくれてるよそっちに座るからお腹が空いちゃうんだよ。そうで、あまりにも長いこと拠点いじってたので、あれも上がりますこれ、ここもね上がります。ということで先上げちゃいましょうか行く前に上げていこう、拠点レベル上げます。かーん、人が来た、何人来るかな、一人かな、あ違った、単に行動から帰ってきた人が、今のはヤッホーヤッホー、あ、なんか来た、なんか来た、なんか来た、1,2,3,45? 何人来たのか分かんないけど、たくさん来た。住人たちがとてつもないものづくりに目覚めそうだ。なんと、どんなものづくりに目覚めるんだい。なんかガチャガチャしてきたな、この辺りも何思いついた、この辺はたくさんのレシピ思いついた。わお、見て、屋根はもちろんだけど、バニースーツ着た。私もあれじゃない、バニースーツを着る時が来たんだよ。
を鐘の音に導かれて新しいアラクレードモモも来たみたいだぜ。これで鉱石もジャカスカ取れるぜ。金たくさん取ってほしいな。お前さん何を思いついたんだ。踊り子のステージにバニースーツか。ほうまさかポナヤさんあなたもバニーになるつもりですか。それこれは羨ましい。せやろビルダーの鐘の力で俺たちのものづくり力も上がった気がするぜ。これからは俺たちもどかすかものを作るぞ。やったぞポナヤ。今町に住んでるみんな一段と心強いビルダーになった。やっはっは。うふふ、やったおねポナヤ。新しく来てくれたみんなとも話してみましょう。何人来たんだろうな一体。1,2,3,4,5,6,7,8 かな。8かな。今オンバのトイレを見ちゃった。今オンバのトイレをシーン見ちゃった。話す。私たちカニオの音に誘われて来てみたんだけど、ここは一体どうなっちゃってるの。あれ喋り口調がまああなたビルダーなの。教団の教えに逆らって堂々とものづくりなんていけないわ。いけないですか。あなたたち、ペロちゃんが来た。この鉱山街をもっともっと発展させていくには仲間が必要なの。あなたたちも力を貸して。お、どんなリアクション。びっくりしてるね。ところね、あそこのゴリゴリとした体の大きなハンサムガイはどなた。どちら。そんな人いるの。うごご、まさかあれのことか。ゴールドンのことだった。素敵、鉱山街のハンサムガイね。教団の教えは捨てられないけど、あの方と一緒ならここで鉱石を掘るわ。頼もしい、頼もしい、超頼もしい。俺は以前アーマンさんに雇われていたバーテンダーね。のバーテンダー来た。金の根に引かれてピチピチギャルズと共に戻ってきた。どうか俺たちもここで働かせてくれ。ピチピチギャルズなんてすんごい久しぶりに聞いたよアラクレたちとピチピチギャルズ、おまけにバーテンダーたちが仲間に加わった。バーテンダーはおまけなんだねいてもいなくてもよかったのかなバーテンダーアーマンがいればいいよみたいな。さあさあ、びっくりカルロ、びっくり。やまびこの笛を吹けば坑道にある金の鉱脈も探せるはずだ。早速坑道の仮想に行ってきてほしい。けどよう、地下も広いし気分は岩のやっかりうずもれているはずだ。やみこもに笛吹いても見つからねえぜ。そうね、それじゃあまず地下坑道の仮想の昇降基地の南にある南西坑道のあたりで吹いてみたらどうかしら。音波すごいな。そのあたりはなんとなく金糸を感じていたの。マッシもすごいよ。マッシも才能ある。本当にあのあたりを停滞してに掘ってみるぞ。いらないよ笛本当に。うふ、笛吹く南西坑道には迷わないようにワープで行くといいわよ。このよ、ペロちゃんどうした。金を探しに坑道に行くのね。これ持って行って。お弁当、キノコハンバーグ10個手に入れた。ありがとうペロ。あなたなら金の鉱脈も見つけられるわ。でも危険なことはしないでね。わあペロちゃんありがとう。あいついつもいつもポネに食い物を渡してきやがるな。どういうつもりなんだ。熱い友情だよ。あらやだ、シドちゃんってば乙女心がわからないのね。うふ、うぶなんだからオンバ、オンバの推測それ違う気がする。ぐわー、ポネさっさと行ってきやがれ。やまびこの笛で金の鉱脈を3つ探すんだもうみんなやきもちやきまくってんね。で仮想の昇降基地、南西坑道って言ってたね。南西坑道、こんなとこ、ここは一体どこだろう名前聞いてもいまいちピンとこないんだけどな。一体どこだ。あ、あん、どこだろう。あ、ここか、ここか。なんか銀をいっぱい取ったとこだったっけ確か。笛が吹きたいです。 ZR 吹く。タン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 。お、こっち
こっちの方だって。こっちの方だ。ちょっとこっちにいる。あ、なんか空洞が。空洞、広がってる空間が。砂だよ。砂があるよ、これ。砂があるということはだよ。ほら、ペンで壊せるということは。これは、こっちの方向に進めていけということではなかろうか。だけどよくわかんないな。見てどうなんだ。また船吹くべきか。見つけた。これこそ金の鉱脈だぞ。やったー。もう一個地だぞ。金を掘るんだぞ。やったね。金だ。金だ。金だ来た。金だ来たって金が来た。ホイミンがいるよ。ホイミスライムがいるよ。止まってるホイミスライム。やったらぽね。これで夕方の報告会に金も上がってくるわけだ。わあ嬉しい。さてと残りの金脈を探さないとダメだろう。だけど見当つかないぞ。めっちゃあるね。青いものものがヘラヘラしてるんで。どこでふやふやに吹けばいいか吐かせるぞ。ヘラヘラしてるんだって。あ、カンカン。ギリギリセーフ。ギリギリセーフだった。もう夕方だ。本日の報告会を始めるぜ。どれぐらいになったかな。金何個もらえるんだろう。しれっと私にくれるのは何個？結構長いね、ほんとここのロードだけは。ほら、こんな感じで。こんな感じなの、視界が。よっしゃよっしゃ、今日もたくさん鉱石が取れたな。早速報告会の始めるぜ。よーし、まずポネの分をしれっとあいつに渡す。今日のポネの取り分は、ダカ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 。金18、銀72、銅33、鉄43個。銀多いな。銀が多い。金を500個。おお、すごいじゃん。500個、あと4500。トークンなさそうだね。4500、1回で500もらえたら、なんか作ってたらすぐだよ。作ってたらね。ピキン。新たなレシピをひらめいた。いや、この辺の金持ってきたいけど。金のインゴット、金を手に入れた。金を手に入れた。やったー。おお、それが金ってやつか。やったのポナヤ。はっはっは。キラキラしてて面白いじゃないか。見つけたらどんどん掘るような。めっちゃあるよ。金を探しているんですかって。イエス。ザツライト。その前にちょっと金を掘らせてください。手近なのだけ取って。うへへ。あんたら金を掘り出そうなんだ。すげえ根性してますね。おら、金ってやつが好きなんですが、このうにうにとした腕じゃ金なんて掘れませんでね。金を掘りたいならここから北東に行って商工基地の壁の中にならあるかもしれないですね。北東に行った商工基地。あとはキノコ。
あとはキノコ持ってるよ。たとえハンマーがあっても岩の壁をたくさん壊すの大変なはず。この辺りの爆弾、岩から取る爆弾石なら何か作れそうですが、ビルダーでもなきゃ作れないでしょうね。金の鉱脈がありそうなのは昇降基地とキノコがたくさん生えた場所か。よし、そこであの笛吹いてみようぜ。昇降基地ここか。どっかにさ、どこだっけ、ここだったっけ、あれがあるやつ、作る作業台だ、作業台名前が出てこない。作業台があればちょっと作って、ここじゃなかったね。どこにあるんだろう、忘れたな。なんか鉄かなんかのこのライトもらってこ。こうやってしょうもないことをしていく。なんでもゴルルルルル違う違う。でどっちに行くって言った？こっち。ここに爆弾置きたいな。あ、あったあった。こっちでなんとかなるかな。ここに置いてみよう。えい。ドーン。あ、潰れない。潰れない。マジか。あ、間違えた。間違えた。武器切り替えの忘れてた。本当あれだな。クラフト作りに行かなきゃいけないね。作業台。あ、なんか空洞が出てきた。空洞が出てきた。またほら、砂がある。きっとこの砂の方だよ。今までの感じからいくと。ただ、ちょっと、わかんないな。なんとも言えない。あ、見つけた。やったー、金だー。金の鉱脈。おい、こっちだぞー。わー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 。いいね、いいね。結構、ほんと金たくさんあるね。金たくさんある。もうゴールドラッシュなんじゃないこれ。いや、ただこの横で金が手に入る。夕方の報告会で確認。わー。これもうゴールドラッシュだよ、こんだけあったら。結構多くない？ここだけでかなり取れるよ。ほら。めっちゃ多いもん。だけどゴールドラッシュってもっとってことなのかな？そうなるとすごいな。お金持ちだ。お金持ちだ。ただ喧嘩もするわ。よいしょ。ちょっと食べよう。ステーキ。で、キノコが生えてるところって言ってたね。ここだ。キノコ群生地で吹いてみたらいいのかな。トゥ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 。ん？どこ？あっちの方ってことか。この辺もしかして。地下がこんなとこがあるんだね。お、ここだって。もっとし、あ、いきなり切ったじゃん。いきなり切ったよ。金がすごいすごいすごいね。山彦の笛、山彦の笛すごい。ほんとすごい。あ、もう見つけた。新しい金の鉱脈だぞ。金だ、金だ、金だぞ。掘って掘って掘りまくるんだぞ。私も掘って掘って掘りまくろう。
掘って掘って掘りまくって帰ろう。なんかあれ続くのかな。おお魔物が振りかぶって止まってる。やったー、これで金の鉱脈を3つ見つけられたみたいだで、金が集まればゴールドンがゴールドマンになるぞ。そしたらゴールドラッシュも戻るはずだ。やった、ひとまず目的を果たしたぞ。とりあえずね取ります。おお帰ろう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 。防御力が知らない間にダメージ食らってた。非常にまずい状態。寝よう寝よう。お、めっちゃ出てきた、めっちゃ出てきた。すごい人数、すごい人数、人数だって人数。本当にご苦労だったな。よく金鉱脈を見つけ出してくれたぜ。金貨ゴールドラッシュが終わって何年も経つ。生きてるうちにまた拝めてよかったぜ。このままゴルドが復活してどこを掘っても金が出ていた、出たあの頃に戻るといいんだがな。ひとまず金の鉱脈は見つかった。これからは荒くれどもが少しずつ金を掘ってきてくれるだろうぜ。おー嬉しい。とりあえずさ寝たいんだ。いつも以上にニコニコ顔ですね。しかし大切なのこれからです。人を増やしプールを作って金を掘らなければ。そこで私思うのです、今こそビルダーの金に新しい仲間を集める時だと。もう集めたよ。さあポナヨさん、物を作って住人たちの願いを叶えつつビルダーの金を鳴らしてください。物作りの力が上がり、新しい荒くれさんも来てくれました。さすがポナヨさんです。やろもう鳴らしててん。これで以前のような活気や溢れる小座街に戻る日も近い。そうなればバーも大にぎわいです。相当集まってるよ、ほら相当にぎわってる。人数だけはたくさんだよ。栄えたバーを作ること、それこそ私にとっての何よりの夢。おかげさまでもうすぐ夢が叶います。ここまで来れたのはポナヨさんや皆さんのおかげですが、私は娘のペロにも感謝しています。ほんとね、親バカかもしれませんが、ペロがいなければ鉱山街の復活はないでしょう。あの子がいるからみんな頑張れるんです。あー、あの子こそ私の家、この町のみんなの宝石です。みんなの宝石、ほんとねいい子だよ。でもびっくりの前にさ、あの私金作りたいのよ。金どう受け取る、やめよ。でおっと作る金、金ある分だけやっちゃいます。そして私は寝る、私は寝る。空いてないな。HP 回復。夜寝れなかった。とりあえず回復、とりあえず回復。あ、よかった。へい、おはよう。シドおはよう。さあみんなのお願い聞いてあげよう。びっくり、あれかな、あそうか、金のインゴットができるまでにちょっとやっとこっか。どこ燃えてるよ。ボー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 燃えてますよ。ごめんなさい、金鉱脈も見つかってプール作りも進んでなかなかいい感じですね。ただどうしましょう、最近は筋肉たちの荒くれたちの大衆が町を追い、僕の花が破壊されそうなんです。町にはシャワールームがありますが、あの筋肉たちの数ではとても足りない。今あるシャワールームを改築してほしいんです。まず部屋の中にシャワーを4つ置いてください。そこに壁掛けタオルとついたて明かりを2つずつ置く。2つずつでいいのか。そして部屋の壁にできるだけたくさんのつながる窓をはめ込むのです。つながる、ま、ガラス窓はくっつけておくと巨大な窓が出来上がるはずですよ。どうしてシャワールームに窓がいるのかですって。そうだよ、とにかくシャワールームを改築してスケスケシャワー室を作ってください。ほぼできてるね、ほぼできてるよ。ライトが1個足りないぐらいじゃないかな、おそらく。
2個置いてくださいって言ってたもんね。ライトがないな。壁掛け松明。ここにしかハートがないってことは、ここしか使われてないのかな。どうなんだろう。難しいね。で、ほい。お、できたできた。あれ違うかなとか思った。できたよ。できたよ。すごいです。わあ、この鉱山街にスケスケシャワー室を作ってくれたんですね。あ、なんたるスケスケ。素晴らしいスケスケ。これで街を荒くれしゅうともおさらばで、スケ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 言うな。どうしてシャワールームに窓がいるのかですって。ほんと。それさっきとまるで同じ質問じゃないですか。しつこいな、あなたも。いや、あなたが教えてよ、ちゃんと。この街の人たちはバーやコードのような閉ざされた空間にいることが多い。だから僕は皆さんのことを考えて開放感のあるシャワーを作ってもらったんです。皆さんのことを考えて。確かに開放感はいるか。どうなんだろう。結構ごちゃごちゃしてあんま開放感なくなってきたね。建物が多い。決していつかどこどの可愛い子ちゃんが使わないかな、なんて思ってません。ペロが使うの待ってんでしょ。ね、そんなこと思ってませんからね。裸にはならないよ。びっくり。どこでいるの？びっくり。あっちだ。おーい。おーい。誰だ？びっくり。ミルズだ。おお、ポネ、金のコメコ見つかっていつも以上にご機嫌そうだな。これから忙しくなる。荒くれどもも増えるだろうし、今までの荒くれの寝床じゃ手狭だで、確かにパンパンだったな。そこでお目に頼みて、俺らが泊まる新しい荒くれの寝床をゴージャスプールの近くに作ってほしいんだ。まず宿屋を作る。宿屋の壁掛けとベッドを半個、壺が3個で荒くれの寝床だ。そこにゴージャスな家具を置いたり、ゴージャスな床材や壁材を使ったりして豪華さを抑えに行ってほしい。ちなみに金のかがり火を置いたり、銀のタイルの壁で壁を作ったりすればいい感じの豪華な部屋ができると思うぜ。部屋自体が広くなきゃダメかもしんねえ。大変かもしんねえが、よろしくな。マジか。豪華な。どの辺に作ろう。近くてもうこの辺しかないもんな。どこまでだろう、敷地。銀のタイルで作れって言ってたね。銀銀。屋根がある。で、椅子8個作らなきゃなんないって言ってたもんね。ベッド8個。ベッド8個。どこだ？銀どこだ？で、で、ドア。これ作ってみ、これでやってみようか、ドア。入り口これ。どの位置がいいかな。こんなもん。でかい。これほんとドアには不向きだよ。ドアには不向きだな。位置を変えよう、そしたら。位置を変えて。この辺りにしよう。そしたら邪魔になんないかもしんない。割と邪魔かな。まあいい、やってみよう。だけど2でいいんだもんね。2でいいんだもんね。やっぱいらない。やっぱいらない。いりません。あなたいりません。あ、一個足りない。結構目に悪い気がするんだよね。窓がないと。なんか頭おかしくなりそう。で、ついでに、ベッド8個。ベッド8個と、で、壺が3個。
さらに、モンスター名ただし、はははだがしかし、もうはははほんとね、守り神がね一番先にねお亡くなりになるのよろしくないよ。ほんとにカン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 、えいえい、守り神が守り神がいつもね一番最初に落ちてんの悲しい。ここまでで8個置けんだね、めっちゃ広くなったな。こうこの辺りにイン置いて、ツーボツーボ、荒くれの寝床が3つもあるんだよ、ここの村、ここの村っていうかここの拠点。え、上がらないね、もっと豪華にしなきゃいけない。なんか宿屋っぽくしようか、本当に本当の宿屋っぽくカウンター置いたりとかしてさ、バーカウンターか、バーじゃないな、これカウンター代わりにして、持ってた私持ってた机、いやん、おしゃれテーブルの上になんかなんていうの、この装飾品みたいな明かり置いたりとかしたらどうだろう。これも金がいるんだね。で高級ガラス瓶とかも、銀の水差しとかどう？とりあえず作ってみな。で飲み物はいるからね飲み物はいるから、なんかいい感じにできないかな。水飲み場で、おしゃれテーブルに、あ、カン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 来たよ。よっしゃよっしゃ、今日もたくさん鉱石が取れたな、早速ここを買い始めると、私にもいくつくれるのかな、デディ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 ン、74個、74個すごいな、すごいじゃん、もうクリアしたんじゃない、あと750個だ、おお、すごい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 じゃん。で豪華になるのかなこれでなんか違うけど、まあいいやなんか変だけど、できたできた、逆の方が良かったかな。あ、来た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 、ゴーゴージャスなアラクレの寝床ができたんだな、これなら仲間が増えても安心だぜ。豪華さ、星さんの部屋は作るのが大変だったか、その分物作りのかけらが多く集まるからな。そうなんだ、それにしても最近アラクレどもも増えて、いよいよ鉱山街らしくなってきて、めっちゃ凝ってるめっちゃ凝ってる、見てシャワーシャワー増設しなきゃね、こんだけあれだと。だからアラクレどもが増えたってことは、ペロを狙うライバルも増えたってことだ。うおー、ペロは絶対渡さねえ、ペロを奪うやつは全部倒してやるぜ、倒さないで倒さないで、なんか思いついたよ、あ、ブロックライト、これね、プール完成させられる、やった、めっちゃ入ってる、やっぱ全然足りないね、この 4つでも足りない、おお、
おこれ本当どうやったらこの列解消できるんだろう。何個いる何個。いやこれあれだね、シャワー室だけで3階建てぐらいにしてもいいかもしれない勢いだね。またやってみよう。じゃあ今日はこの鐘を鳴らして終わりにしたいと思います。128すごい集まった。ということでドラゴンクエストビルダーズ2実況ご視聴いただきありがとうございました、ぜひ高評価ボタンチャンネル登録お願いします。それではまた次の動画でお会いできたら嬉しいです。ぽのやでした。バイバーイ。いやほんと増えたな。モンゾラの時と比べると人数が全然違うよ。